ハワード・ヘスマンはアメリカ合衆国の俳優である。1940年、オレゴン州レバノンで生まれる。ヘスマンが5歳の時に両親が離婚し、地元の高校を卒業後は、同州のオレゴン大学へ進学。その後、サンフランシスコを拠点に活動していた、即興コメディ劇団ザ・コミッティに参加して、経験を積んだ。役者として、 本格的な活動を開始する前は、ドンスタディという芸名で、ラジオ DJ なども務めた。その後少しの間、ドンスタディ名義で、ノークレジットながら、映画へ出演したりしながら、キャリアを構築。1968年のシットコムシリーズの、メイベリー110番への出演で人気に火がつき始め、その後は、役柄も徐々に大きくなっていき、映画、 テレビドラマを問わず様々な作品へ出演。俳優としての地位を格好たるものにした。1985年に公開されたシリーズ作品のコメディ映画第2作目ポリスアカデミーに全員出動。では、ジョージ・ゲインズ演じるラサール校長の弟で、 スティーブ・グッテンバーグ演じる警察学校を卒業した主人公たちを受け入れる警察署長を演じている。近年ではジャック・ニコルソン主演のアバウト・シュミットやサンドラ・ブロック主演のウルトラ・アイ・ラビューなどの作品へも出演した。ありがとうございます。